パカッサレオ、パカッサレオ、セールスチャンネルです。はい、今回はハルスコ大量購入したので一気に紹介していきたいと思います。イエーイ、パフパフ。でまずここにシーン、ハニーズグレイル、GU でーす。プチプラで可愛いお洋服を集めてきたので実践に着ながら紹介していきたいと思います。レッツゴー。まずはシーンさんから。1着目はこんな感じです。胴の入ってるロンティーで袖の色がね2色違うのでそこがポイントです。なんかダンとテッカーみたいな感じだね。どういうこと？生地は薄いです。後ろにプリントはないです。リサはギンガムチェックに大きい襟のブラウスを着ました。後ろの襟がセーラー襟っぽくなってます。なんかこれ1枚でも着れるしニットベストとかもね上に着れるかなと思います。なんか生地はよく見たらシュワシュワってなってます。思っていたより薄い。そうで、ここがレースみたいになってます。実はボトムスもシーンさんのです。こんな感じのショートパンツになってます。で、ここがハイウエストになってます。後ろ普通な感じです。ここが切りっぱなしのところがお気に入りです。ここね結構特徴的だな。2着目、2人ともボーダーのロンティーです。若干ねデザイン違うよね。それはここにワンポイントがあります。さらに袖にワンポイントがあります。生地はさやのはねなんか薄くてシュロムみたいな感じです。ゆりさんの方の生地はスウェットと T シャツの間くらいです。でも結構しっかりしてるかも。トップスの裾を出してみました。ロング結構でもダボっとしてて可愛いかもしれないです。でもさやの組み合わせだとさインするか出すか迷くない？どっちも可愛いです。で、帽子もシーンさんのです。1987って書いてます。なんとボトムスもシーンさんのものになっております。はい、さやのは膝よりちょっと上くらいの半ズボンです。ウエストがね特徴的でボタンめっちゃ並んでる。後ろはシンプルです。1枚はね持ってた方がいいかなと思います。で、これはお花のね刺繍のついたボトムスです。形はねこんな感じです。で、お花がねたくさん咲いてます。3着目、チェック柄のラグランティでロンティです。後ろも色が切り替わってます。ここが結構薄めなんですけど咳はしないです。袖はしっかりしてます。ボトムスはさっきと同じでキャップもシニーさんのです。色が可愛いです。リサは大きい襟のブラウスです。後ろもこんな感じでレースがついて可愛いです。ちょっと硬い薄手の生地です。で、ボトムスはさくらんぼの、ね、刺繍がついた半ズボンです。丈は膝上まであります。後ろはこんな感じになってます。で、シーンさんではこのインナーね2着買いました。生地感とかが違います。これはね重ね着用に買いましたね。あとはメガネですね。ケースもね一緒についてきたんですけどちょっとブルーライトっぽくなってます。でもレンズはね取って使おうかなって思ってます。緑のロゴとバーコードが入った白いトートバッグです。で、反対側はね無地です。で、めちゃくちゃ安かったのにボタンがパッチンなんですよ。すごくない？デザインめっちゃ可愛いです。荷物が多い時とかに使おうと思ってます。結構アクセサリーとか買ったんですけどこれは後日ショートで紹介しようかなと思ってます。はい、シーンさんは以上です。続いては GU さん。まずお揃いの T シャツを買いました。ここなんか寒くない？あんただけ。ボーダーのミニティーになってます。4色ぐらいねあったんですけどブラックを選びました。迷っちゃうくらいミニティーのね種類が豊富でした。で、うちが羽織ってるのはスウェットカーディガンです。ちなみにこれもお揃いで買っちゃいました。裏起毛とかじゃないので年中着れる生地です。後ろはこんな感じです。リサも着てみました。お揃いだね。ドン引きだね。次はさやはクロップドニットベストです。中に、ね、合わせるのまだ買ってなかったのでとりあえずさっきのミニティーの上に着ました。後ろはこんな感じです。リサなんですけど大きな襟のブラウスです。ここがレースで可愛いです。後ろはねこんな感じでセーラー襟みたいになってます。で、さやは最後にまたまたメガネを買いました。ここがね全部シルバーな感じがおしゃれで可愛いです。で、リサはバイカラーの V ネックカーディガンです。ちょっと今着ている組み合わせは合わないかもしれないんですけど使いだと思って
買いました。こんな感じです。春って上着着たら暑いけど、なかったら寒いじゃん。だからこういうね、ちょっとした上着があると便利かなと思います。後ろはね、こんな感じです。次はグレイル。一つ目は2人でセットアップを買いました。ひろちー。生地はスウェット生地で年中着られるような素材です。で、色はね、シャイは黒なんだけど、ミサは黄色みたいな感じの色です。ちょっとグリーンかかっても見えるかも。安かったので結構冒険しちゃいましたね。結構プチプラのアイテムって新しいものとか挑戦できるじゃん、だから結構いいですよね。で、後ろはこんな感じです。お安いのにここにポケットついてるって最高だと思います。ルーズな感じが可愛いかなって思いました。はい、次はこんな感じです。 V ネックの白いニットです。ここの切り替えの部分とか、このね、フリンジの部分とか結構こだわってて可愛いなって思います。春はまだまだ肌寒いと思うので、こういうニットとかは羽織って過ごしたいなって思います。結構ダボってしてるのさえは好きなので結構気に入りました。全部気に入ってるんですけどね。後ろはこんな感じです。で、次なんですけど、このフレアパンツです。こういう感じのシルエットになってます。ちょっと上からなんで足がちょっと短く映ってるんですけど、申し訳ないです。気にしないでください。 S サイズがね、なかったので M サイズにしました。ちょっとね、でかいかもしれないです。実はこのパンツは3本目で、黒と茶色も持ってます。もうめっちゃね、いいのよこれ。だからもうめちゃくちゃ気に入ってます。めっちゃ安いので買ってみてください。最後はストライプの色違いのシャツを買いました。色はこういう感じです。赤と青。生地感は普通にシャツですね。こういう感じのね、ストライプのシャツはどこのお店行っても割と売ってるんですよ。なので1枚はね、絶対持っといた方がいいと思います。もちろん今回濃い色のシャツを買ったんですけど、もうちょっと薄い色のシャツの方が合わせやすいと思います。他のね、お店とかでは長い感じをね、丈のが多いんですけど、グレイルさんではクロップと丈があったので珍しいなと思って買いました。とりあえずな感じで来たけど、こういう合わせ方もね、ありなのかなと思いました。ちなみにコンビニの店員ではないです。最後はハニーズさん。中に着ているロンジーになります。イロチで買いました。まあ安いので結構薄手です。シャツはちょっとね、透けちゃいますね。で、袖丈はこんな感じです。七分丈ですね。春に半袖だとちょっと微妙だなって時にいいと思います。こういうね、何にでも合うロンティーは1枚あると便利かなと思います。次もロンティーになります。これも色違いで、セイはグレーに紺で、リサは黒に白です。で、これもちょっとね、透けちゃう、いやん。で、これは七分丈です。このね、色の変わってるリンガー T シャツもね、1枚は持っといた方がいいので、ぜひみんな買ってみてね。こういうのこそプチプラでゲットするといいと思います。で、最後なんですけど、この私が持ってる、じゃーん、ハンギョドンのトートバッグです。色はグレーに青文字です。この色合いがめちゃくちゃ可愛くないですか。じゃなー。で、裏側にはちょこっとロゴが入ってます。で、ポケットもついててファスナーだからめっちゃいいです。でも、なんでキロキロキロってなかったんだろうみたいな感じですね。はい、ということで春服の購入品紹介以上です。今回はみんなが買いやすいプチプラ商品をいろんなお店で買ってみました。トレンドのアイテムから定番のアイテムいろいろね、紹介したので、気に入ったのがあったらぜひ買ってみてください。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。バイバーイ。パタンパタン。